せーの、やっはっはー、あみです、みゆです。はいはい、ということで、わーやばくないこの雰囲気。いや、いいんじゃない今回。もう見てお分かりいただける通り、今回はハロウィン企画です。イエイ、トリックアトリートということで、はい、やばいですねこの雰囲気、テンション上がって。いやもうハロウィンは秋よ、本当にハロウィンの次は冬よ。もうそこまで考えてのこの喜びだからね、アミたちの。そう、今回はちょっとハロウィンっぽく後ろも飾ってみたんですけど、今回やるのはハロウィンに向けて、みんなのちょっとでも参考になれるようなちょっとでもみんなの参考になるようなハロウィンのコスプレをやっていきたいと思います。イエイイエイ。今回は何をやるんですかということなんですけど、今回はのせーで、じゃーん、2人で囚人さんをやりたいと思います。イエイ。あ、でも囚人といってもただの囚人ではなく、今回はなんかメイクもちゃんとやりたいなと思って、うん、中途半端なやつよりがっつりやりたいっていうのがあって、うん、囚人ピエロをやりたいと思います。ピエロのメイクってね、かわいいよね。結構アイラインがっつりとかやんじゃん、うん、そう、それがちょっとやりたくて、今回はそれを2人でやっていきます。最初はとりあえず服から作っていこうと思ってて、はい、まあ、服は作られてるんですよこちらすいません嘘です今のは布から縫っていきますまずはスポンサーの布を用意しますこちらの正方形の布をじゃなくて、じゃなくてこちら の、 あのちゃんと洋服の形になってる布を、まあ、逆に切って、うん、あの崩していこうっていう感じで、はい、ハロウィンっぽくこちらをアレンジしていきたいと思います。頑張ります。イエーイ、可愛くやります。イエーイせーの、それでは早速いくよなんであんたがそういうのって言ったのパッパーって言ってくれるかなって思った。パッパー服はこんな感じですね。あー、めっちゃ可愛いやん。これを切り刻んでいきたいと思います。イエーイ違う、楽しいね。イベントごとあるって本当に大好きだよ ね。じゃあまずここに血のりをべちゃんべちゃんいきたいと思います。もそうですね、ありえんぐらいつけた方が可愛いっていう説濃厚じゃない、ね、はい、ということで、まあちょっとパッと見ね、パッと見こんな感じにちょっとボロボロになっちゃいましたまあ後で着てみてからのお楽しみで、はいはい、じゃあ次はメイクをしていきたいと思います。まあ、とりあえずね、顔を白くしていこうかな。はい、ピエロメイクだからね。はい、顔が白くなりました。そしたら次アイシャドウですね。アイシャドウどんな感じ？紫っぽい。アイシャドウは借金の借金借金のこのパレットを2人ともこれを使っていきます。がっつりいきます。見えて適当なんで。はい、ということで今アイシャドウが終わりました。はい、次はアイラインをねやっていきます。アイラインが重要ですか、やはり。アイラインでこのピエロのなんか目のこうペイントみたいなのやるから。このね、そしたらじゃあ次傷を作っていきます。傷はリップとあとこの黒い
フェイスペイントっていう黒いもうなんかそういうメイク用なのかなやつを使ってやります。そしたら口ですね。え、口何でやる予定だったみゆ？アイライン？口？うん、え、口リップじゃないの？口めっちゃ難しいよね、こういうの。左右対称って言葉ほど難しい言葉ないよね。じゃーんとかいうテンションじゃないよ、たぶん。ほんと。という感じなんですけど、はい、どうですか？完成しました。ピエロが捕まっちゃった設定なのかな、これは。そうですよね、きっと。そうですね。そうなんですよね。はい、そうですその通りです、はい、ピエロが捕まった囚人ピエロ、こんな感じです。普通の囚人服だったのを、うん、切ったりアレンジしました。あとはメイクはこんな感じです。こんな怖がらせる、お尻めっちゃ出てるから見えちゃう。はい。え、でもとりあえずハロウィンメイクが楽しかった。楽しかったね。うん。めっかわちゃん、これはいいんじゃない？結構、なんか思ったよりもさ、うまくできたよね。ね、後ろとも結構いい感じにリンクしてて、うん、満足満足。イエーイ。ハロウィンをもうお家で楽しめるよ、これは。ね、これでアミたちハロウィンパーティーするもんね。ハロウィンパーティーするね、はい。てな感じで今回のアミたちのハロウィンコスプレでした。はい、ちょっとでも可愛いなって思ってね、やってくれたら嬉しいね、うん、嬉しい。まあ簡単なものしか使ってないし、うん、もうアミたちもあのメイク道具は持ってるやつは持ってるやつだけど、ハロウィン用に買ったやつとか去年買ったやつとかで使ってるやつがあるからあれだけど、うん、でもほとんどもう自分が持ってるものだけでやってるから、あとこれ買って持ってるものでやってるから、もう簡単にできるので、ぜひ皆さんもお家でこうやってハロウィンパーティー、いや、パーティー、コスプレやってみてください。はいはい、ちょっとでも参考になったなって思ってくれたら、高評価とチャンネル登録、あとコメントもたくさん持ってます。はい、以上、アミとミエでした。バイバーイ。ハッピーハロウィーン。